それでね、シャノったらおかしいの。夜中に急に起き上がって、連絡しなければ。手だけ言ってまたすぐに寝ちゃったの。夢の中でも仕事してるんだよ。あとはアイリはね、買い出しに行ったお店でベルが鳴ったら、いらっしゃいって大きな声で叫んじゃってね。自分がお客さんなのに、バイナルの気分がまだ抜けないのかなって、もうおかしくて。ねえねえ、トーカ、ちゃんと聞いてる？マナ、だいぶ酔ってる。楽しそう。そうだよ。いいお酒をいっぱい飲んで、トーカとお話しして、楽しくないわけないでしょ？でもマナは飲んでない時も楽しそう。いつも賑やかで面白い。嬉しいこと言ってくれるじゃない。私を褒める口は、これだな。いてて、マナがいると場が明るくなる。私のモットーは、過去は振り返らず、前だけ向いて楽しく生きる、だからね。マナらしい。まあね。だから、私、DJ は天職だと思ってるんだ。DJ は盛り上げてなんぼの世界でしょ？場の空気や人の顔を見て、その場に合った曲を最高のタイミングで流す。お客さんを最高に楽しませることができる。こんないい仕事なかなかないと思うの。だから、過去は振り返らないってさっきは言っちゃったけど、あの時のことだけは思い出しちゃうんだよね。あの時？私たちが出会った時のこと。うん。あれは多分私の宝物なんだろうな。マナが自分のことを話すのなんだか珍しい。やっぱり酔ってるからかな。私も DJ はとても素晴らしい仕事だと思ってる。私もマナという素晴らしい DJ に出会えてとっても幸せ。そうでしょ？幸せでしょ？だったらもっと一緒に飲んで笑って！飲むのはわかるけど、笑う？幸せなら笑わなくちゃ！もし笑ってくれないなら、私が無理やり笑わせちゃう！ちょっとマナ！ごめんなさい、遅くなっちゃって。あら？ほら、もっと笑って！こちょこちょこちょ！いや、マナ、ちょっとやめてってば。何をやっているんだ、お前たちは。でも今日は偏食家のあなたたちのために清水家御用達の仕出しメニューをご用意してるんだけどね。欲しいのあったら言ってね。交換しよう。絵空のお弁当、いつにも増してすごいね。学校にそんな豪勢な重箱持ってくるのなんてあんたくらいよ。私、忍のご飯気になるかも。コンビニのサンドイッチっていつもは食べないから。そんなに珍しいもんじゃないでしょう、これくらい。ねえねえ、私のおかずと交換しよう。それ一つ欲しいな。私からはね、このハンバーグあげちゃう。はあ？何急に。いいからいいから。私、おかずのトレードってしてみたかったの。もらっときなって、しのぶ。あんたはもうちょっとお肉とか食べた方がいいよ。そうそう、しっかり食べないと背も伸びないわよ。背は関係ないでしょ、背は。まあ、そこまで言うんなら別にいいけどさ。やったー！はい、交換！サンドイッチ一つに何はしゃいでんだか。じゃあ、
私もそれもらうわね。はい、召し上がれ。はあ、中に何か入って…うしのぶ、いきなり突っ伏してどうしたの？あ、もしかしてハンバーグに何か入ってるとか？ピーマン…エソラの作戦だったわけね。すぐバレちゃった。しのぶのために用意したピーマン克服用ハンバーグ、細かく刻んで入れちゃえばわかんないって思ったのにな。本当に油断も隙もないわね、あんた。しのぶのためを思ってのことなのに、そういう言い方されるとショック。料理長に頼んでピーマン味のしないピーマン料理を開発してもらえばいいのかな。もういいっての。ピーマンなしでも私は生きていけるから。次こそは絶対に食べさせてあげるんだから。ブー、ちょっと待った、サキちゃん。ふっ、はあ、危なかった。また被害者が出るところだったよ。あの日の私は救えなかったけど、今日はサキちゃんを助けられて本当によかった。被害者って人聞き悪すぎでしょ。可愛いグッズハンティングはそういうのじゃないから。あれは誰がどう見ても被害だから。2週間前、私がうっかり。今日は暇だし、その可愛いグッズハンティングっての私も見に行ってみようかな。え？トアもついに可愛いものに目覚めた？目覚めたってほどじゃないけど、どんなのを集めてるのかなって少し気になっただけ。動機は何でも構いません。可愛いものに対する理解者が増えるのであれば本望です。本当についていっていいのかな。まあいっかなんて思ったけど、全然良くなんてなかったから。はあ、あのぬいぐるみすっごい可愛い。はあ、このシリーズも新作が出たんだ、すっごくいい。にゃー、この子モフモフが極まってる。モフモフの上に肉球まで。あ、待って、尊すぎる。このお店、こんなに可愛いものだらけだなんて。可愛いものヘブン、来たー。あのノアの隣にいるのは、すっごく恥ずかしかったよ。可愛いものが絡んだ時のノアのテンションは、公共の場ではふさわしくないかもしれないわね。いぶきまで人聞きの悪い。ちょっとばかり感情が爆発するなんてよくあることでしょう。それに、トアは人のこと言えるの？いつも騒がしいのはトアの方でしょう。私も騒がしいかもしれないけど、さすがにあれと一緒にしてほしくはないよ。というわけで、ノアのハンティングに付き合うと心に深い傷を負うから、やめておきなよ。私、やっぱり行ってみようと思う。さきちゃん、今の話聞いてなかったの？そんなにノアさんが夢中になるなら、何か発見があるかもしれない。だから。ダメだよ、そうやって取り返しのつかないことになるんだから。出雲さん、さすがです。さあ、私と一緒にゴートゥーヘブン。新島さん、あなたもいかがですか？私はジムに予約入れてるから、ここでお見送りするね。それは残念です。では行きましょう、出雲咲さん。はあ、行っちゃった。
絶世の美少年。ある時、彼の前に二人の少女が現れました。なんとその少女たちは、耳と尻尾を生やした獣付きだったのです。少女たちは、光源氏に首ったけ。愛らしい猫なで声で、ご主人様を困らせるのです。ご主人様、腹減った。ご主人様、遊ぼう。この世のものとは思えぬ、至福の状況、意図おかし。おいおい、なんだこのおぞましい内容は。草案というか、ただの妄想の音だったね。ノアが妄想の世界だけにとどめてくれてよかったよ。お客様、ご注文はお決まりですか？あ、じゃあ何かおつまみを。綺麗な肌。え？お客様の肌があんまり綺麗だから。ねえ、もっと近くで見ていい？おい、何やってんだダリアのやつ。お客さんの注文を聞いてたはずなんだけど、もう別の勝負になってる気がする。椿、しっかり。頬を赤くしちゃって可愛いね。あの、何かおつまみをもらえますか？いいよ。じゃあまずは当店のウェルカムフルーツを。ウェルカムフルーツ？ちょっとほら、もっとリラックスして。ダリアさん、やりすぎですって。誰か止めて。はーい、そこまで。どうだったヒーロー？悪くはなかったけど、ちょっと強引だったかしらね。どこがちょっとなのよ。お客さんを押し倒そうとするなんて。あら、でも椿ちゃんだって本気で抵抗してなかったじゃない。なそうだね、結構喜んでくれてるのかと思った。違うわよ、そういうんじゃないんだからね、葵。え、何のこと？椿さんっていつもはああいう感じなんですか？まあ割といつものことだな。何にせよ私たちには真似できないですね。近頃の悩み事？そうそう、さきちゃん最近ぼんやりしてることが多い気がして、どうしたのかなって。ずっと気にはなってたんだ。力になれることがあるなら協力したいし。どんな事情でも安心して、私が全力でさきちゃんを守るからね。守る？悩み事っていうわけじゃないんだけど、実は大好きな子が近々両親と一緒に会いに来てくれることになってて、でも具体的な日時はまだわからなくて、早く決まらないかなって。大好きな子がご両親と一緒に？っていうことは結婚前の挨拶？え、もうそこまで言ってるの？ちょっと二人とも落ち着いて、まだそうと決まったわけじゃないでしょ。さっき、そのご両親と一緒に来てくれるっていうのは、シュレディンガーって、確かさっきの家の。あ、猫。猫？あ、この子の首輪についてるのって、ひょっとして指輪？うん、お揃いで買ったの。いつもつけているわけにはいかないから、普段はペンダントにしてるんだけど。あ、
はずっと一緒だったんだけど、妖馬学園に来てからは離れ離れになっちゃって、ずっと会ってないから会いたいって両親に相談したら連れてきてくれることになったの。ああ、だから早く会いたいって。シュレディンガーも私がいなくなってからは寂しそうだったんだって。お父さんのお仕事の都合もあるから日程はまだなんだけど、近いうちにって話だからずっと楽しみにしてるんだ。なるほど、そういうことだったのか。いやー、びっくりびっくり。トアが大げさに騒ぐから。うん、ノアだってもしかしてってなってたじゃんか。何かあったの？うん、気にしないで。ちょっとした誤解が発生してただけだから。シュレディンガー、早く会えるといいね。な、何？悲鳴？あっちからだ。え、何？女の子が襲われている。すみません、チワワに人が襲われてる。いた！噛まないでください！レオ様、正直ここで野犬に食われて命を落とすことをお許しください。レオ様、ソフィアってもしかしてアビスメアのソフィア？人の気配、どなたか存じませんが助けてください。あ、そうね、助けるのが先だったわ。なんだ、よく見たらこの子首輪してる。人慣れしてそうだし野犬じゃないわね。こーら、目でしょ。ほら、お家にお帰り。人間なんか噛んでも美味しくないよ。ほら、もうあっち行ったよ。ありがとうございます。このご恩は一生をかけて返しますので。それにしてもこの子、本当にアビスメアのソフィア？ステージ上のパフォーマンスと全然違う。普段は自信がないけど、ステージに上がるとスイッチが入るサオリみたいなタイプ。助けてもらったと思ったら、どう猛な野獣のような眼光で見られてます。あ、ごめんなさい、ジロジロ見てしまって。まさかアビスメアの DJ があんな感じだったなんて。それもそうか、彼女たちも人間だしね。ステージ上とは違う顔があっても不思議じゃない。私もこんにちは。あれ、あなたはアビスメアの？え？なんであなたたちがここに？まさか私がオカルト研究会の人たちと仲良くしているのを知って調べに来たとか？きっとそうだ。私なんかは友達を作ったり楽しそうな学園生活を送ったりしてるから生徒会が取り締まりに来たんだ。ねえ、さっきからブツブツ一人で何言ってるの？かわいい。
どうしたの？ノア。真っ赤に充血した瞳、小刻みに震える体、まるで生まれたてのウサギちゃんみたい。近寄らないで。あ、待って、ウサギちゃん。ダメだ、ありゃ。エルベラのお二人にネオ。なんだその呼び方は。私たちハヤテとココアでハヤココって名前なんだよね。だからあなたたちはエルベロ。ベロニカとセットみたいな呼び方はやめるのです。私の方が年上なんだからベロエルって呼べよ。そういうことじゃないのです。ハヤテ、なんでそんなにグイグイいけるのよ。やめようよ、また黒服が出てくるかもしれないよ。神よ、ネオだな。ありがとう。世界よ、ありがとう。この福島ノア、人生に一片の悔いもありません。ねえねえ、サキちゃんって共感覚があるんでしょ？それってどんな感じ？言葉で説明するのはちょっと難しいけど、感情によっていろんな色が見えるの。想像しかできないけど、絵師としてはすごく興味深いよね。わかる。やっぱり VJ としては色に関することは気になっちゃうし。私もウニさんとクルミさんが揃ったらどんな映像でみんなを魅了してくれるのか興味があるな。可愛いに囲まれたこの空間、このまま涅槃に入れそう。なんでそんな死にそうな顔してんの、あんた。大丈夫？ムニちゃんが心配してくれてる。まだ死ねない。超元気じゃない。っていうか別に心配してるわけじゃないし。いいんだよムニちゃん、皆まで言わなくてもちゃんと受け止めてるからね。聞きなさいよ人の話。ノアちゃんって本当面白いよね。ノアさんは可愛いものが大好きだから。いや、大好きってレベルなのこれ。可愛いと可愛いと可愛いがお話ししてる。最高。カメラ回して永久保存したい。レミさん、ちょうどよかった。少し見てもらえないでしょうか。え、見るって何を。では引きます。
他の人にも見せて意見をもらおうかと。絶対ダメだから。他のは見せてもいいけど最後のだけはダメ。ふーん、そんなに他の人には見せたくないんだ。ま、もう遅いんだけど。むにちゃん、いつの間に。私のおやつがいつの間にかなくなってたんだけど、あれはそういうことだったのね。うわー、ごめんなさーい。私の演技って上達したのかな。輝いているといえば、昔の D4 フェスで開催されたコラボユニットってプログラムを知ってる？D4 フェス参加ユニットのメンバーをシャッフルしてパフォーマンスをするあれですか？それです。 D4 フェスファン一押しの名場面、スカレナの天野愛理、恋愛の姫神シャノが一緒にステージで歌った瞬間も、この催しがなかったら生まれなかったんだよね。あ、なるほど。あれってそういう。今回も最終日にやる予定なんだって。どうやってメンバーが決まるかわからないけど、私はぜひ筋肉同盟でユニットを組みたいんだ。筋肉同盟って何です？私のジム仲間同盟だよ。私、フォトンのいぶき、マーメイドのダリアさんで作る最強3人組。私としてはぜひそこに真帆も加えたい。なんで私？ダリアさんとは知り合いでしょ？ダリアさんはいつも真帆の筋肉の素晴らしさを熱弁しているんだ。特別なトレーニングは行っていないけど、生まれ持った素質と普段からの運動で自然に養われた天然物のスペシャル筋肉。私自身はしっかり見ていないけど、真帆の肉体がバランスよく仕上がっているのは普段から見ていればわかるよ。そんな目で私を？っていうか、どこを見てわかるんですか？手足とかです。はっはっは。いやいやいや、急に外国人ぶらなくても。もし見せてもらえるなら、腹筋の写真を撮りたい、触ってみたい。はあ、はあ、ダメです。恥ずかしいですよ。ダメか。うわー、暗。なんかホラー映画に出てくる洋館みたいだね。この中にあるお化けを退治するためのアイテムをゲットすればクリアなの。でもこの暗さじゃそのアイテムを見つけるの結構大変そう。ひえ、なんか結構不気味かも。ここのお化け屋敷はホラーマニアの間でも怖いって有名なお化け屋敷なの。え、そうなの？うん、このお化け屋敷は人形を一切使わずに生身の役者さんがお化けを演じてるんだって。役者さんは有名なホラー映画の常連さんも多くて、とにかく本格的だって聞いたから来てみたかったの。そうなんだ。ということは、ここにいるお化けはみんな人間ってことだもんね。そう思えば別に怖くなんて。ところが、ここにはなんと本物が出るって噂もあるの。本物？そうなの。噂によるとそのお化けはチェーンソーを持って笑いながら襲いかかってくるんだって。お話を聞いただけですっごくワクワクするの。ミーコ、ぜひ会ってみたいの。またそんな。キャー！何今の？本気で襲ってきたよ。すっごくワクワクしたの。あ、ほらこっちにも。何これ、遊園地のお化け屋敷のレベルじゃないよ。
いくらなんでもこれは無理って、あれ、ミイコちゃん、ミイコちゃんがいない。嘘でしょ、さっきまで一緒にいたのに。ミイコちゃん、ミイコちゃん、カルミちゃん、よかった、ミイコちゃん。キー、カルミちゃん、見て見て、アイテムバッチリ見つけたの。これすごいの、まるで本物みたいなの、ほら。やー、ミイコちゃん、やめて、もうやだ、もうリタイアする。バイクで風を切って身一つで疾走する感じ、これがたまらないんだよな、ロマンだぜ。本当にバイクが好きなんだね。当たり前だろ。というか、そんなに好きならお前も免許取ればいいのに。私はまだ15歳だから免許は取れないかな。大人びて見えるから大学生くらいだと思ってたよ。よく言われる。もしかして免許の人たちも騙せるかな。それは無理だろう。私月見山渚な。お前いいやつだし、このバイク乗せてやるよ。私は天道颯。私はいいやつなので、そのバイクに乗りたいな。ほら、ヘルメットかぶりな。ありがとう、素敵なヘルメットだ、ツヤツヤしてる。早く後ろに乗れよ。なんで乗らないんだ。え、渚ちゃんのお父さんかお母さんが来るのを待つんじゃないの。ご両親のでしょ。これは私のバイクだよ、私21歳だから。中学生だと思ってた。よく年齢確認されるけど、ほら免許証、成人してるだろ。本当だ、騙された気分。まったく、わかったら早く後ろに乗りな。うん、よし、捕まってるよ、飛ばすぞ颯。おお、何の用だ、話すことなどないはずだが。確かに僕たちは音楽を通してたっぷりと会話した。とても濃密なコミュニケーションだったと言える。でもね、一つだけ言い残したことがあるんだ。なんだ。僕と君は同じ父親から生まれた、いわば疑似姉妹だったことが分かったんだけど、精神の習熟度から判断すると僕が姉だと思うんだ。は？単純な年齢で言うと、確かにネオがお姉さんだ。僕の稼働年数はたったの 4,5 年だからね。でも僕は分裂して時を過ごせるし、肉体がそもそもない。となると精神年齢で判断するべきだと思わないか。だからネオ、これからは僕をお姉ちゃんと呼んでほしい。ふざけるな。おや、照れてるのかな。このタブレット叩き割るぞ。やめるのだ、私の大事なタブレットですぞ。はは、妹よ、乱暴なことをするんじゃない、お姉ちゃん怒っちゃうぞ。いいわよ真帆ちゃん、すっごく似合ってるわ。本当ですか。ええ、なんだか前より魅力的になった気がする。ありがとうございます、そう言ってもらえると嬉しいです。まだ自分に自信はないけど、やれることは全部やった、あとは本番まで練習するだけだ。この衣装ならダンスもすっごくセクシーになりそうだね。真帆ちゃん、試しにちょっと踊ってみてくれる？いいですよ。ありがとう。それじゃあ最初の振りはこんな感じでお願い。はい、やってみます。こんな感じでしょうか。うんうん、いい
あこっちもやってみよう。はい。あ、真帆ちゃん。わあ、なにこれ。包帯が机に引っかかっちゃってる。真帆ちゃんったら頑張り屋さんね。そこまでサービスするなって。そんなつもりじゃ。そういえば、こんな風にノアに髪をやってもらうのは初めてかも。そうかもね。はい、できたよ。鏡どうぞ。ありが…な、何よこれ。最高に可愛いよ、いぶき。やりすぎよ、早く元に戻して。なんで。なんでじゃないわよ。いいから早く元に。遅くなってすみません。いぶきさん、その髪…見ないで。後ろ向きで